なんとですね、この3月からうちの会場が東京で一番、こんなところに。そうなんですよ。こんなものがまあ本当に大学のようにですね、まああらゆる社内講師がいてですね、皆さん外食とブライダル、ブライダルは今一施設、ザ・プレイス・オブ・東京展開されてますよね。まあ今そこだけなんですけども、まあそちらの施設手がけてもう今7年目なんですけども、我々が参入した時はですね、まあ広告にですねたくさんこう費用を払っている会場が人気会場になり得たんですけども、まあゼクシーさんがそうですね、もう漬物の石のように重いゼクシーに広告費用を払った方がより集客ができたっていう時代からですね、まあスマートフォンになってですね SNS の時代ですね、まあ個人から個人へ情報がいくような時代になってから、まあ口コミが重要な時代になってまいりました。まあそこでですね我々も非常に力を入れていった結果ですね、今東京都内ではですねホテルウェディングですね、ゲストハウス、専門式場、まあ小さな教会まで入れるとレスターウェディングも含めてですね950施設ぐらいの結婚式が挙げられるような会場があるんですけども、今なんとですねこの3月からうちの会場が東京で1位を獲得しまして、まあそこからもうすごく爆発的にですねまたお客様がいらしていただいているっていう、まあそういう人気会場になってきたと。本当ロケーションがもう本当東京タワーそびえ立つもう目の前ですね。まあそうですね、もうチャペルはですね12メーターのバージンロードをですね、まあ天井を見上げるとそこには空と東京タワーしかないという、まあロケーションもすごく非常にいいんですけれども、まあ口コミのアンケートなんかを見てるとですねもうスタッフがもう本当に褒めていただいて、そうですね。まさに一家ダイニングのまあその考え方もあると思うんですけど、外食業態にしてもウェディングにしても人材力、スタッフの方々がまあ本当すごいいい人が多いというか、その教育体制ってそうですね。まあ少々してですね一家ユニバーサルカレッジっていうですね、まあ大学に見立てて、こんなところに、そうなんですよ。こんなものが。まあ本当に大学のようにですね、こうまあパンフレットみたいなのを作っておりまして。でまあ、あらゆる社内講師がいてですね、おもてなしであったりですね、経営についての数値管理についてとかですね、マネジメントについてとか、まあ、それぞれのテーマでさまざまに学べるようなですねカリキュラムを用意しておりまして。おもてなし人を育てていくんですけども、おもてなしのマインドを持ったおもてなしスキルを持った知識を持った人をですね、もう3年ぐらいかけてですねこう育てていくと、我々はその日本一のおもてなし集団っていうのを目指しておりまして、今後ですね、まあインバウンドと言われる、まあ世界中の人がですねこの日本に遊びに来られた時に、まあ我々はたくさんの施設を手がけてですね、日本の料理美味しいねと。このサービス素晴らしいねと、日本ってすごい国だねってまあ言ってもらえるような日本を代表するようなまあ会社を作りたいということでですね、今人材育成に一番力を入れている会社ですね。人材育成のその考え方っていうのは高田さんの経験から。まあそうですね、例えばまあ外食でもですね、今どんどんですねタッチパネルとかですね、あるいはまあ効率化のそうですね、会計もですね自動会計になっていってですね、まあ人と触れ合わなくてもですね、まあその物とお金を交換できるような、まあそういう時代になっていくと思うんですけども、我々はですねその真逆で人に会いに来る。なるほど。そしてですねお客さんを持ち帰られる感情としてはですね、楽しかったとか嬉しかったとか。元気になったとか笑顔をもらえたっていう、そういったものを持ち帰ってもらえるようなお店を作っていきたい、施設を手がけていきたいというふうに思っております。まさにそれが2年半で2000回来店はその証ですよね。そうですね。今後もですね7月の新規事業というか、まあ、新しい新業態ですね、新業態も手を挙げていきたいなと思ってますし、どんどんとまああらゆる業態作っていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。多分次の新業態も繁盛するはずなんで、また1年後ぐらいぜひ出てください。来てください。お願いします。お店行きます。必ずお店も来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。